新型 NBOX 開幕。はい、どうも、車立場ワントップチューブです。今回は、ついに発表されました、新型 NBOX。私も仙台 NBOX 2台買ってるアタオカですけれども、今回も間違いなく買います。そんなね、NBOX 大好きオーナーがですね、今回新型 NBOX のここが気になる7つのポイント、よし、あし、あります。それをね、解説していきたいと思います。まず気になるポイントの1つ目ですけれども、ノーマル NBOX にターボが廃止と。で今回デザインとか の内外装レポートとかはねまた別途やりたいと思いますが、まずですねこのプレーンなノーマル NBOX 白物家電みたいでかなりいいですよね。無印良品みたいな良さがあるメッキパーツとかをね排除してこれはねかなりいいと思うんですが、なんとターボモデル廃止ということで、このノーマルのね可愛いファニーな NBOX にはターボは選べないと、 NA のみとなっています。そこはねちょっと注意点ですね。まあ、一方で NBOX カスタムの方はですね NA とターボが従来通り選べるというグレード展開となっています。そしてもう一個ね注意点としてはですね、助手席ロングスライドの EX グレードっていうのが今まであったんですが、助手席ロングスライドのモデルは廃止という形になりました。何を隠そうね、私一番最初に仙台の NBOX 買った時は EX グレードを買ってたんですが、まあ確かに使うシーンはほぼほぼなかったということで、2回目買った時にはね普通の L グレードを買ってましたけども、まあそういうね選ぶ人も少なかったと、使う機会も少なかったということで今回廃止となっています。まあその方が潔くていいかなと思います。続いてここが気になる7つのポイントの2つ目ですけれども、灯火類ライト系はフル LED になりました。ただしということですね。今回、NBOX ではですね、ノーマルもカスタムもヘッドライト、そしてリアコンビネーションランプがなんとフル LED になりました。まあ、ライバルのね、他の軽自動車ではですね、ウィンカーが豆球だったりとかバックランプが豆球だったりするんですが、そんなケチくさいことはホンダはしないということで、ウィンカーもバックランプも全て LED。 さらに嬉しいことにですね、現行型先代の NBOX ではですね、ナンバー灯は豆球だったんですが、今回ナンバー灯までフル LED になっちゃったと。これは普通車顔負けですね。普通車でもナンバーと豆球エクスト L とか豆球ですからね、もう普通車以上の装備になっちゃってるということです。しかもですねこれまた軽自動車では珍しいデイライト機能も今回採用しているということで、これも嬉しいですよね。普通車でもデイライト採用してない車結構ありますからね。しかもね今回の新型 NBOX カスタムのLED シグネチャーランプ、フロントね左右貫通するようなデザインになってて、これも見栄えがいいですし高級感もありますよね。で気になるただしの部分なんですが、まあ、仙台 NBOX のカスタムとかではね LED フォグランプ標準装備となっていましたが、今回は LED フォグランプなくなりました。まあ、それがですねオプション扱いになってつけることができるということで、まあ、フォグランプまでつけたいよという方は追加コストがかかるというところです。まあフォグランプなくてもねこんな巨大なシグネチャーランプついてたらまあ十分かなとも思いますけどね、気になる方は追加でつけることもできるということです。そしてもう一つただしの部分なんですが、アダプティブハイビームは非採用となりました。まあ、今回ねなんかプロジェクション発光する LED を採用しているということで、そういうところは新しいんですけども、残念ながらライバルにはね採用されているアダプティブハイビームというねカメラで先行車対向車の部分を読み取ってその部分だけ遮光してくれるというハイテクなハイビームシステムは備わりませんでした。ハイローを自動で切り替えるオートマチックハイビームにとどまっています。ここはちょっと残念かなと思います。続いて新型 NBOX、 ここが気になる7つのポイント3つ目ですけれども、 NBOX カスタムではなんと室内に LED アンビエントライトがつくということで、もうこれまた普通車顔負けの装備ですよね。まあ、実はね現行型先代の NBOX でもですねトレイのところとかドリンクホルダーのところとか実は間接照明で光るんですよ NBOX。 それもねすごかったんですが、今回は間接照明の LED アンビエントライトがついたと、夜間はよりムーディーになっているというのはね嬉しいポイントじゃないかと思います。ただですねこれちょっと未確認なんですけど、他の方の YouTube とか見ているとNBOX カスタムのルームランプ、これがですねなんかオレンジ色に光っているんで、現行型先代の NBOX ではですねカスタムでは LED のルームランプだったんですが、今回まさかルームランプが豆球にカスタムでなってしまっている可能性もあると。もしかしたらアンバーに光る LED かもしれないんですが、そこはね私先行撮影会呼んでもらってないんでわからない、確認のしようがないということで、本田さんぜひまた呼んでいただけると嬉しいです。
他のね、YouTuber とかね、ジャーナリストの方の見てもそこには誰も触れてなかったんで確認のしようがないんですが、またね、内外装を詳しく撮れるシーンがありましたら、レポートしたいと思います。続いて新型 Nboxの気になるポイント7つのうち4つ目ですけれども、7インチのフル液晶メーターが軽自動車にも採用されちゃったというところで、本当にね、ホンダの Nboxにかける気合がやばいということで、もうライバルに対してオーバーキルになるんじゃないかというぐらいコストかけて作ってきているということです。まあ、この7インチの液晶メーターですが、まあ、フィットとかに採用されているのと同じサイズになります。まあ、ただ表示される情報とかね、デザインとかは新型 Nboxと専用で起こされていると。で、特にですね、カレンダー機能というのが、あのカレンダー表示にするとですね、100種類もの日本の風景を表示しながら、日付を表示してくれるという遊び心も満載という形になっています。まあ、ただしですね、現行型、まあ、先代になりますけども Nboxは私気に入って乗ってますが、その中でも気に入っていた例の天気機能、天気を表示する機能、これはどうやら廃止されたっぽいですね。いや、これ結構 Nboxめちゃくちゃ助かってたんですけど、今日明日の天気、そして降水確率、最高最低気温まで出るということで、これを見てね、その日の傘持っていくかとかを判断してたりとかしてたんで、これがなくなっちゃうのは結構残念なポイントです。まあ、それ私だけかもしれないですけどね。続いて新型 Nboxここが気になる7つのポイント、5つ目ですけれども、鉱石のアームレスト完備ということです。まあ、これはね、先代現行型の Nboxからでも、あの鉱石のアームレスト、あのカスタムとかではついてました。ただこれノーマルにも後部座席の左右独立のアームレストがついていると、これ結構すごいんじゃないかなと思います。あのライバルの軽配当ワゴンというか軽の全ての車でも後部座席にアームレストがついている車って実は Nboxになかったと私の中では記憶しています。まあ、タントもスペーシアもデリカミニもルークスもないんですよ。これは Nboxのすごく優れているポイントなので、しかも左右独立ですからね、これが全てのグレードについたとなると、これはね、ライバル青ざめちゃいますよね。いや、マジで Nboxすぎですわ。そして、続いて Nboxの気になるポイント7つのうち6つ目ですけれども、ついに Nboxにもマルチビューカメラシステム360度カメラ採用されます。パチ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 。ただしこれはカスタムのみのオプション設定ということになります。これノーマルの Nboxね、こんだけ可愛いのに、安全装備はあのグレードの差別なく選べるようにしてもらいたいなと思うところ。まあ、ただ普通にバックモニターは今まで通り付けられますんで、まあ、でもね、ライバルに360度カメラついたりとか自動駐車もついてる、ね、タントとかもありますから、360度カメラぐらいは全グレードで選べてほしいなと思うところ。そして新型 Nboxここが気になる7つのポイントのうち最後7つ目ですけれども、コネクテッド機能もついに軽自動車に採用しちゃったと。いや、これもオーバーキルですよ。もうライバルマジで大変。何かというとですね、これあのホンダの他のね、ベゼルとかあの ZR-V とか他の車にはもう採用されてますけども、コネクテッド機能を搭載しているということで、どんなことができるかというと、デジタルキーといってですね、スマホが鍵代わりになると。だから家に鍵忘れてきてもスマホ持っていれば、鍵開けられてエンジンもかけられたりとか、あと車内 Wi-Fi 機能もあると、車が Wi-Fi スポットになるということですね。あと地図のオンライン更新、まあ、これトヨタとかではマップオンデマンドって呼んでますけれども、高速道路とかがね、開通とか相次いでますよね。そういうのが、まあ、地図がオンラインで自動で更新されると、そういう機能もあると。さらに SOS コールっていうね、緊急事態煽られてますとか、そういう時にオペレーターにつながるというね、そういう緊急時の通報ボタンとかもあると。さらにですね、スマホでのリモート操作にも対応しているということで、スマホにアプリをダウンロードすればですね、リモートでエアコン操作、あとスライドドアの操作、さらに例えば鍵を閉め忘れてしまったとかいう時にも通知がスマホに飛んできて、リモートで鍵を施錠することもできたりと、そういうことまでできちゃうんですよ、軽自動車で。やばくないですか。だからね、昨今の暑い日とかにリモートでエアコンをあらかじめセットしておくということもできるわけです。いやー、 Nboxマジで強すぎますね。といった感じで新型 Nboxここが気になる7つのポイントをお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、私もね、 Nboxはもう買うのは規定路線ですので、またね、見積もりとか
納車されましたら納車インプレッションとかもやっていきたいと思います。まだね、現行型の N ボックス手元にあります。デリカミニと並べて撮るっつってまだ撮れてないんで売れないでずっと残ってるんですけど、まあ、それのねデリカミニとの比較、そして新型が納車されたらデリカミニとライバル比較なんかもやっていきたいと思いますので、そういうのが見たいぜという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。まだまだね現車触ってないんで、これから気になるポイントっていうのはね、実際に車見たら出てくると思いますね。そういった情報もね今後レポートしていきたいと思いますのでご期待ください。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの過ごしやすい車価値バーワンソフチューブ、次回もお楽しみに。